重ねた思い今とりどりも花火みたいな散っては上がる妬み悲しみ人の愚かさ全部自分で作ってます。2曲目ですね、歌いたいと思うんですけども、早速、こちらに今日 CD2 枚持ってきました。ミニアルバム2枚なんですけども、
のも、歌気に入ったら見ていってください。あとフライヤーもあるので、どんなことしてる人だろうと思ったら見ていただきたいですけれども、そうですね、早速2曲目歌いたいと思います。ボケの準備よし。ではセカンドミニアルバムの表題曲になります、ラビリンス聴いてください。川崎の駅について今ここで歌っているという、仕事からやってきました。
9時から1時まで仕事してで歌わせていただいてるんですけれども、今2曲イニシエの花レビエンス、オリジナル曲になります。でこの後2つ、今日そんなに寒くないんで多分手も動くと思うんで、おーおーおー、ピアノの弾き語りをしたいと。私なんか踏んだ、大丈夫です。野外のフリーライブ、伊佐子さんには4回、5回ぐらい出させていただいてるんですけど、毎回夏には浴衣がめくり、風でめくられ、その秋には風で譜面が飛び、いろいろハプニングがありつつやらせていただいてます。普段は、都内のライブハウスで、ピアノの弾き語りをしてます。ライブも、そう、ライブのプチショット、あの2月の23日月曜日渋谷ゲストさんで、3月4日水曜日が真昼の月夜の太陽さんという初めましてのところでグランドピアノで弾き語ろうと思ってますので、もしお時間があったら、いらしてください。では続きましてピアノの弾き語りですね。弾き語りは、去年の6月から始めたんでまだ日が浅いんですけれども、自分で YouTube 見ながら勉強して曲作ってます。これはファーストミニアルバムに入っている表題曲になります。もうさっきも森の歌だったんですけど、この後も森の歌で、無限の森という曲を歌わせていただきます。聴いてください。ちょっと待ってください、マイクが遠い。
ました。ありがとうございます。小山まさみ、小さい山の真実でまさみというもんですけれども、ホームページで、ホームページをやっているので、Yahoo とか Google とかで検索すると、音楽が無料で視聴できたりとか、気に入ったら買えちゃったりとか、CD が通販してたりとか、あと声優もやっているので、なんかそんなどんな風に出てるかなっていうのも見れたりします。で、次が最後の曲になるんですけれども、ですね、これがセカンドミニアルバムに入ってます終わらない雨の中にという曲なんですけれども、大体モチーフが単語1個ずつで雨とか赤とか花とか1個ずつの単語で曲を作ってて、あとはもう歌詞を見て皆さん想像で埋めてくださいっていう感じで曲を作ってます。他にも今日歌った曲以外にもたくさんあるので、ホームページぜひぜひ覗いてみてください。では最後の曲になります、終わらない雨の中に。一人きり
がとうございました。小山まさみでした。